いけんじゃないか。ちょっと。あとどれくらい？ああ、あ、勝った。勝った。ああ、ようやく勝ったよ。あとちょっとだけど、ちょっとこれ一気では無理かな。ああ、本当にあとちょっとだぜ。ああ、惜しい。ああ、きついか。ああ、もう。あと一気でこの量はちょっときついかな。あ、あー、あかん。あ、ダメだ。怖い。あー、どうしちゃった。あ、飛ばしちゃった。あ、ちょっと待って。今のは下手くそだったな。狭い。狭い。ただ、圏内っちゃ圏内だな。まあまあそうですよね。で、ここは頑張る。ああ、頑張ってね、ちょっと。リソースはいい感じに残ってるから、クリアできるかも。ああ、もう、早いよ、なくなんの。序盤のスピンの感を超えたかな。最難関っていうか一番苦手なとこなんですよ。さあ、序盤どこまでいけるかな。こいつはこいつで嫌い。うぅ、怖い。よし、ここまで離れれば大丈夫だと思うけど、どう？あー、撃っちゃった。まあいいか。あ、嘘でしょ。ちょっと、まあ一番あそこら辺が死にやすいんですよね。だからまあいいかな。ひどければあの中ボスより前で死にますからね。よいしょ。やば、いつもよりなんか見えてないな。よし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 。まず一気アップ。自分で見てて怖い避け方した。やめろ。あら、繋がんなかった。これ、このまま死んで。あらら、なんかいつもと違うな。よしよしよし。よしよしよし。ね、
1回目のエクステンドいったね。よしよしよし、怖いなあいつの隙間抜けんの。あーもういっぱいある。いけるかな、ここまであれば。いやこの攻撃がね、相当避けるのが難しくって。よし、うまくいった。あれ、ちょっと待って、当たりにいっちゃった。あー、オーラ打ちができてないから、ちょっとこれず、あ、うう、やっちゃった。あ、思ったよりいけた。スポームなしなのでっていうのは、なんか、よく見る光景ですが。気合い、気合い、気合い。いいな。よしよしよし。あ、いや。あ、避けられません。無理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 。ちょっと待った。避けなくはないかもしれないけど、ちょっとやっぱり苦手だな。まぐれ避けができる攻撃ではあるんですけど、さっきの青い丸っこい玉のやつは。あ、やべ、やっちゃった。ここで使うべきじゃなかった。まあいいや、どっちにしろ使わされてたな。うー、厳しい。あー、もう当たりに行っちゃったよ。赤玉をまず避けないと。ちょっと頑張ったな、今のは。赤玉避ける、赤玉。あ、うっしゃー、もううっしゃーじゃねえ。ラストじゃねえかよ。あ、もう当たっちゃったよ。いけんのか？いった！やった！超えました。もう何回目の挑戦かわかんないですけど、難易度ハードで、ニノボの火鉢を、まあ、残機5の設定だったんですけど、まあ、これがマックスなんですよね。設定できるのが、プラクティスで設定できるのの中だと。で、これで、エクシーの設定で、ニノボの初っ端から、ラストまで、ノーコンティニューでいけるかどうかっていう風な、チャレンジでした。いや、惜しいっていうところが何回もあったですけど、何回もあったっていうか、何回ゲージあとちょっとっていうのとか、火鉢まで行ったけど全然超えられないとかっていう風な
そこまでしか行ってないっていう風なの今まで何回もあったんですけど、まあ、今日は初めて行きましたね。多分前にやったイージーモードで、ノーミスより時間かかってますね。私よりも多分倍以上時間かかってるかな。いやギリギリクリアできましたね。いやすいません、最後までご視聴ありがとうございました。じゃあまた何かチャレンジしていくものやっていきたいと思いますね。よろしくお願いします。